リンゴマンレコード姫野舞子のチャンネルジャックスタート。6月20日月曜日、姫野舞子チャンネルジャックのお時間です。ナビゲーターの舞子さんをお呼びしたいと思います。舞子さん、お元気ですか？はいお元気でそうで何よりでございます。はい、ね、いかがですか？お元気ですか？元気よ、うん、ね、元気元気ね、夏、夏好きだから、毎日忙しいのにスタミナ源は何なんですか、うん、何がスタミナ源なんですか？スタミナはね、うん、私ね、肉食女子ですね肉食えばいいって感じなんですか？うん、肉好き。でもなんかね、焼肉屋さん大変なんだってね、テレビで見てたら、あの、入ってこないって。どうして？円安で大変だって。今度は円安か、うん、そう、大変だって。原価が3割上がって。そうだよね、上げなくちゃいけないもんね。100円のものを売るのに70円が原価で、じゃあ家賃、光熱費、従業員、もうね、ダメだって言ってたよ、昨日テレビで。そうか、うん、コロナじゃないのね、もう。そう、コロナじゃない。それで、あの、よそにね、出しちゃうんだって。日本は要求が強いんだって。あばらの肉をこんでってたね、はいはいはい、で、他の国はね、骨がくっついててもそれを OK として入れるんだって、うん、でも日本はあばらはあばらで欲しいって言うらしい、うん、そしたらさ、要求がきついっていうのもあるって、うん、あの、売る方が、あの、円安のところに売るよりももっとね、細かいこと言わない国に売っちゃうとかいうのがあって、入らない円安、もうね、あの、コロナで最初にストップかかった時より厳しいとか、昨日ね、あの、どこか知らないけど焼肉屋さんが嘆いてたところがね、テレビで出てたよ。これ大問題ですね、焼肉の問題はね。大問題なの本当に、ね、本当ね、だから円安も本当にね、あの、問題ね。円安でね、向かってる企業もいっぱいあると思うけど、うん、泣いてる人も多いよね。ね、まあ、これからだから本当に安定しないと大変なことなのね、本当に。ね、急な円安だったからさ、ね、120円ぐらい上がっちゃったでしょ、急に。うんうん、ね、大変だよね。まあね、そうだよね、大変だ。25年前、私が初めてハワイ行った時が、127円だったのかな。ああ。で、帰ってきたら130円になってたりなんかした時代だから、やっぱり25年前にはあったんだね。ねえ、うん、四半世紀を経て。そうだね。困ったね。ねじゃあ、困るついでに。動いても、やっぱり徐々にじゃないと、企業も大変だよね。あの、仕入れとか、徐々に対応して体力を蓄えて、また次にってなったらいいけど、急はやっぱりね、企業も個人も、うん、ね、うん、お家もで、電気代も上がってとか言ってた。そうだよ、うん、お店の、ね、家庭もね、あらゆることよりかこう、はい、でもほら、人間、日本人って知恵の民族だから、うん、いろんな条件、うん、不可条件つけられてもそこをうまくコントロールしてきた民族じゃないですか、うん、ね、でもなんかね、大手企業もね、もう今回ばかりは企業努力ではできないって言ってたよもう無理だよね、それね。ダイソーさん、あの、100円ショップさんのいろんなところも、今までは、あの、仕入れ先を変えたり、もうなんだかんだね、間のところを、あの、なんとかお願いしたり、間をなんか飛ばしてできたりね、いろんなことしてたけど、今回だけは全部100円で、あの、消費者に届ける。
企業努力はもう限界だとか言ってた、ね、100円ショップもね、うん、そんなこれからの6月中旬ですが、ね、これから夏の本当の始まりですので、この、うん、今回ですね、でも元気に行きたいね。そう、うん、あのアレクシー・コデンコのアルバムを、ね、宣伝していただかないといけないんですが、はい、これです。はい、はい、はい、ね、コデンコ頑張れ、はい。ね、もう皆さんはどうか分かりませんが、あの、うん、ウクライナの国旗もいただきましたので、ちょっと見せて、ああ白とブルーの、そう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 、ね、なんか涼しげな、ね、涼しげな国旗、うん、一躍有名になった国旗ですね。そう、うん、今世界で一番有名、ね、有名な国旗なんて、うん、これですね、はい、これでいきたいと思いますので、はい、頑張ってね、コデンコさんに頑張って、後半ですけれども、うん、体に気をつけて頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、どうもありがとうございました。また。Слова, что тебе шептал тогда.